サム・ヒューストンは、アメリカ海軍のイーサン・アレン急原子力潜水艦の2番艦。艦名は、テキサス共和国の大統領であったサム・ヒューストンに、ちなんで命名された。サム・ヒューストンは1959年12月28日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港した。1961年2月2日に、ネリー・コナリーによって、命名、浸水し、 1962年3月6日に、ブルー反艦長 W.P. ウィリス・ジュニア大佐、ゴールド反艦長ジャック・ H. ホーキンス・中佐の指揮下、収益する。成長後サム・ヒューストンは4月25日に、フロリダ州、ケープカナベラル沖で最初のミサイル発射を行う。その後、ホーキンス・中佐指揮するゴールドが艦を引き継ぎ、1962年5月11日に、 ミサイル発射を完了、ケープカナベラルから成長訓練に出航した。最初の紹介でブルーハンが送還するサムヒューストンは48日と2時間の間先行を継続し、その後スコットランドのホーリーロフ法で潜水母艦プロテウスの横に経由された。維持作業の後ゴールドハンが12月25日に最初の紹介に出航。 ホーリー・ロッホには1963年2月に帰還した。上院は再び交代し、サム・ヒューストンは3月に第3の紹介に出向した。この紹介でサム・ヒューストーンは地中海入りした最初の弾道ミサイル潜水艦となり、同地でナトー軍と合流した。作戦活動でトルコのイズミルに短期間の訪問を行い、ポラリスミサイル搭載艦として、 飛行を行う最初の間となった。乗組委員2班は90日おきに交代し、サム・ヒューストンは同年末まで6度の紹介を完了した。1964年末までにサム・ヒューストンは10回の紹介を完了した。1965年は4度の紹介を行い、1966年には3回の紹介を完了。 その中には71日に及ぶ最長の紹介も含まれた。1966年8月10日、サムヒューストンは1962年の襲撃から初めて帰国し、ニューハンプシャー州ポーツマスのポーツマス海軍交渉で拡張オーバーホールが行われた。1967年10月30日、大やけみに出港し、1ヶ月後ブルーハンが成長訓練を開始した。 1968年1月、ゴールド班が成長訓練を始める。詳細なテストに続いて、サム・ヒューストンは18回目の抑止紹介に出向し、5月25日にホーリー・ロッホに入港した。同年末までに21回目の紹介を行い、1969年には22回目から24回目までの紹介を完了した。 1970年、第14潜水戦隊と共に、作戦活動を継続し、8月9日に、地中海に移動、第16潜水戦隊に合流した。サムヒューストンは1972年10月まで、スペインのロタを拠点として活動した。11月27日に、チャールストン海軍造船所に入居、定期オーバーホール及び兵装、推進システムの更新が行われた。 1974年5月までサム・ヒューストンはジャールストンに泊まった。1981年第一次戦略兵役制限交渉に従いサム・ヒューストンのミサイル発射装置が撤去されることとなった。ミサイル発射管にはセメントブロックが詰められミサイル火器完成システム及び完成広報システムの一部が撤去された。 サムヒューストンは1980年11月10日に攻撃潜水艦に艦種変更され、船体番号は SSN-609 に変更、その後は主として訓練、対潜水艦船演習などの任務に使用された。1982年9月から1985年9月までワシントン州ブレマートンで潜水工作員もしくは、 コマンド部隊を輸送できるよう回収された。これには、兵員搭載スペースのためいくつかのミサイル発射艦基礎の撤去及び他のミサイル発射艦のエアロックへの変更及び機材の搭載が含まれた。1988年4月29日、サム・ヒューストンはワシントン州フォックス島で座礁した。収益中の1991年3月1日、ブレマートンで、 サム・ヒューストンは、不活性化が行われ、同日原子力艦再利用プログラムに従って承知が始められた。サム・ヒューストンは9月6日に公式に退役、除籍され、再利用プログラムは1992年2月3日に完了した。その後艦は公式に廃棄されるようリストされた。ありがとうございます。